ラディオアンコールオブスペシャル。ラディオアンコールオブスペシャルをお届けします。最後までお楽しみください。それでは今日のゲストを発表します。オーブの本田康介、中川勝成、裏野修太、田野文也です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。いやお久しぶりです。お久しぶりです。セイノーさん、よろしく、久しぶりですね。いや久しぶりですね。ありがとうございます。いや呼んでいただいて。ご活躍拝見してますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで、皆さん、先ほどアンコールの取材を終えたばかりなんですが、はい、8枚目のシングル、ブレーメンについて、はい、たっぷりとお話を聞かせていただきました。ありがとうございます。いやありがとうございました。楽しかったです。たっぷりすぎましたよ。はい、いやさっきの取材の中で、はい、皆さんいろいろねお話はしていただいたんですけれども、はいはい、何かまだこれ話したかったよなんてものありますでしょうか。いや結構話したんで。結構話した。でもそうですね、もうないかもしれないですね。あ、今のこれはフミヤ、フミヤですか。いや、これは、うん、あ、フミヤ、さっきのあれでしょ、インタビューで話したりね。あ、そう、あ、セイノさん何を聞きたいんですか。いやだからそうですね。いやいや、まあ皆さんね、すごく私の印象、今日受けた印象なんですけど、はいはい、すごいお話がお上手だなと、ありがとうございます、という印象を受けまして、はい、なんでちょっともうちょっと皆さんのお話聞きたいななんて僕勝手に思ってしまったんですけど。そういうとか。フミヤどうだった、フミヤ。いや、でもそうっすね。まあでも話し足りないことって言ったら、なんだろう、まあでも今年のまあだから思い出みたいなさ。そうだね、うん、そっかそっか。ちょっとお仕事以外のとこで行くと、2023年初めて4人でディズニーランドに、うん、行きましたね。確かに真夏、うん、激アツのディズニーランドね。これはほんとずっと当初から行きたい行きたいって言ってたけど、はい、初めて2023年行けたよね。確かに仲がいいんですね。ありがとうございます。来年の頭なんかはもうほぼ全てのアトラクションが休業しちゃうらしくて、いいなんです。そうなんだ。あ、そうなんだ。そうそう、セイノさんはそれはどう思います。いや、ちょっと私ね、なかなか行けていなくて。え、あ、いや、そうなんですよ。行かない、セイノ。いやいや、だからね、ちょっと子供とか連れてね、一緒に行きたいななんて思ってます。お子さんいらっしゃるんだ。いいですね。大きいんですけどね。まあまあまあ、私のお話はさておき、すいません、はい、すいません。皆さんのね、楽しいです。あ、そんなことがあったんですよ。あったんですよ、ディズニー行ったんですよ、4人で。ディズニー、ありがとうございます、はい、ちょっとめちゃくちゃ楽しかったです。声も中間ぐらいになってセイノが。でもセイノさんもね、セイノさんですから、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ皆さん、はい、そうですね、まあ今年の逆に、うん、まだね、今年始まってすぐではあるんですけど、はいはいはい、今年の抱負なんかは何かございますでしょうか。あ、いいですね、今年の抱負、まあ、叶えたい夢だったり、去年ちょっとね叶えられなかったよなんていうことがあれば。フミヤは何かある。いや俺そうね、でもまあでも今年の抱負、お前でもいろんなところで言ってきたじゃん。うんうんうん、まあさ、もう2月だし、まあそうね、うん、まあでもやっぱここに来て思う、まあ、バレンタインたくさんもらうとか。あー、バレンタインじゃない。2月だし。そっか。で、フミヤは結構もらってたんじゃない。モテ期は中学生とか。いや、高校だね。あ、高校結構もらってた。まあでもモテてたっつっても、俺はめっちゃ田舎だから。あー、そっかそっかそっか。まあ、知れてるっていうか。はいはい、そうそうそう。あー、セイノさんは。いや、私はそう、もう全然ですよ。モテそうなのに。セイノさんもモテそう。いやいやいや、もう皆さんとはもう。ありがとうございます、まあ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 、そう、レベルが違いますから。ありがとうございます。いやいやいや、もう叶わないです。いやいや、まあそうですね。でも確かにバレンタインいいっすね、もらいたいね。そうです。でも娘とかからは僕いいですね、毎年いただくので。めちゃくちゃいいじゃん。いや、それが一番いいじゃないですか。可愛いんですよ、うちの家内と一緒に。あ、いいな。あ、いいな。家庭っていいですね。でもね、いやいや、可愛いです。でもね、まあオーブさんはね、うん、今年もファンの方からたくさんもらうでしょう。いやいや、確かに。ちょっとそうですね、なんか愛という名のそのね、チョコを、甘い愛をちょっともらいたいなと思ってますよ。はい、さあ、ということでぜひインタビュー記事の方もチェックしてくださいね。はい、それではここからはこちら、じゃらん、お菓子争奪じゃんけん大会。イエーイ。どうですか、まあ、初めてじゃないこういう。はい、はい、ルールは簡単。アンコールのスタッフとじゃんけんをして、最後まで残った人がお菓子をもらえます。かわいい。負けた人は私負けましたと言って離脱してください。あ、名前をね。はい、私の部分は自らのお名前の方を、はい、自己申告の形でよろしくお願いいたします。はい、スポーツマンシップ。はい、そしてアイコは
セーフです。おお、優しいじゃん。マジ嬉しい。1回で勝敗が決まるミラクルがあるかもしれません。はい。要するに運です。はい、わかりやすい運ですね。さあ、それではやっていきましょう。お、はい、早い。お、かわいいな。最初はグー、じゃんけんぽい。うわ。中川負けました。でも愛子セーフだから、フミヤ愛子です。はい。で、ホンダは勝ちました。浦野負けました。くー、これは俺…最初はグー、じゃんけんぽい。うわー、やばい。めっちゃ入れちゃった、ごめんなさい。耳も割れたんじゃない。はい。アイコで残ったんだけど。悔しい。いや、これはもう勝ったのは本田康介さんじゃないですか。ありがとうございます。はい、アンコールさんから早めのバレンタインデーってことじゃない？嬉しい。勝ったのは、はい、本田康介です。今お菓子もらいました。いいな。それなんだろう。中身をちょっと見せていただいてもよろしいでしょうか。いいですか。はい。うわぁ、めっちゃでもね、あの豚レモンちゃんのあの声もすごい可愛くて。豚レモンちゃん可愛かった、はい、ちょっともうちょっと声聞きたいな。あ、なんですか。チョコレートのお菓子をいただきました。あ、ありがとうございます。チョコレート、はい、やっぱバレンタインだから、ね、早めのバレンタインがいいな。早速、すみません、早速一つ早いな。皆さんよりあのうわぁ、1個リードされたわ、はい、リードしちゃいました。いいなぁ。フミヤごめんね。いや、まあまあまあ、でもまあ最後まで残ったけどね。まあまあまあ、確かに最後俺とフミヤの一騎打ちだったもんね。そっか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 。セイノさんそれ見てどう思ってました？まあ、娘からもらえるからいいもん。あー、ちょっとそういう感じもできんだ。かわいいな。俺もセイノさんの奥さんからもらいたいな。ということで、お菓子争奪じゃんけん大会でした。まだ少し時間が残っているので、アンコール編集部からの質問に答えていきましょう。はい、はい、それでは最近皆さんが気づいたことや新たに発見したことなんかはありますか？うわ、あー、なんか、なんかあるかな。最近でもなんか発見したことあった気がするんだよな。あ、でも、はいはい、小さい頃はあんま、俺おせちあんま入れる食えなかったんよ。はい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 、はい、なんかさ、結構さ、はいはい、大人の味覚試されるしさ。そうだね。そう、でもなんかもうマジでここ最近本当になんかまんべんなくいろいろこうちゃんと楽しめるようになった。おー、それすごいじゃん。そうそう、マジかまぼこしか食ってなかったの俺。マジで。そうだね。でも、まあまあ、気持ち分けない、分かれるからね。好き嫌いあるよ。そうそうそう、確かに。そうだから、なんかちょっとうわー大人になったのかなみたいな。確かにそれはでかいな。いいね、いいね、いいっすね。皆さんは何かありますか？あ、俺気づいたのが、なんか朝なのに夕方みたいな太陽の時ない？あ、言ってみ、わかる？せいのごめんなさい。さん、あの夕方なのによくのよく、すいません、すいません、よく、はい、メンバーでもよくのわからない。昼なのに、はい、いや朝なのに夕方みたいな雰囲気の時ないですか、太陽が？あー、でもそれはまあ冬、あ、そう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 、のあれですよね。そうです。そのだから気候の関係とかでの。でこれってなんで、DJ、なんで、なんで、なんで朝なのに夕方みたいな対応してんのかなってすごく疑問に思ったんですよ。はい。なんかこれって当たり前のようで当たり前じゃないじゃないですか。まあだから人生と一緒ですよね。そうっすね。ありがとうございます。全てのことが当たり前のようで当たり前じゃない。これを伝えたくて。そんなことに気づかさせてくれる、中川勝成さん。ありがとうございます。皆さん、ぜひ頑張って生きてください。はい。今年も要チェックですね。はい。はい。はい、残り物は残り物って言うなよ。残り物はせいの何か残り物って言われたよ。あ、僕いいですか、じゃあ、うん、最近あの中川勝成のツッコミのスピードが速くなってますね。いや、でもそのだるいな、速さ特化しすぎだから、速さ特化なのよ、うん、そのもう一つ気づくことは、中川勝成は生に向いてないっていうね。そう、だからそれはずっとじゃん。精度はさておきよな、速さ、いや、そう、速いよね。だからもう速すぎるから、うん、もう別に突っ込んでほしくないことも突っ込まれる。そうそうそう、間違いじゃない。でも最近はもう全部がボケと思って生きてます。はい、いいですね、いいですね。いや、でもすごい、だからね、全然違うツッコミがこう左右から来るから、なんて言うてんか聞こえないのよね、全然。そうだよ、ダメじゃねえか。ダメじゃねえか。そうなのよ。シュータも頑張るし。いや、でも確かに、うん、早いから。まあ、でも意識はしなかったっすね、勝手に。いや、反射的なやつ、はいはい、それはすごい成長なんじゃないですか、ね、いや、でも今日すごい感じました。ありがとう。すごいな。確かにセイノさん久々やったから。確かに、はい、セイノさん久しぶりですもんね、会うの。いや、僕もう圧倒されて圧倒されて
すごいよね。煽りも上手くなったな、愛生野さんは。やっぱね、皆さんあの普段からね、あのいろんなテレビとか出られてますから。ああ、ありがとうございます、はい。やっぱその経験がね、まあ、そうですね。すごいよね。会うたび会うたびに皆さんどんどんレベルアップされてて、いや私もね、もうちょっと頑張らなきゃななんて思ったりもいたします。はい、ありがとうございます。はい。まあでも次会うときまた楽しみにしてください。お、もう会わなくても大丈夫です。俺と会ってくれ。会いたいですか。会いたいよ。これからもよろしくお願いします。よかった、危な。奥さん、そして、じゃああと一つにしたいと思います。はい。まあ、2024年が始まって、うん、今1ヶ月ほど経ちますが、はい、今年はこれ買うぞ、今年こそはこれ食べるぞなどというものや、うん、今年こそは大丈夫ですか。私ももっと喋り頑張りたいな。いやいや、そうですね。今年こそはここに行くぞという場所はありますか。いやでもそうっすよね。僕あります、はい、行くぞ。僕あります。中川、何でしょうか。あのホンダと時計買いたいっす。あー、はいはいはい、時計ね、はい、ホンダ。でも時計ってやっぱりでもね、すごい高いものから安いものまで、はい、幅広いですけど、ちょっとまあブランド名とか別にあえて別に言わないですけど、ホンダがずっと30までには時計を買いたいと言ってるのを聞いて、僕も時計とか車とかすごい興味あるんで、もうそれに乗っかって絶対一緒に買いたいなって。まあロマンですね。ロマンですね、はい、ロマンか、記念の一本ね。はい、でそれを自分の息子とかねにあげるっていう、このもうありきたりなんだけどやりたいんですよね。やりたいですね、はい、いいっすね、いいっすね。いや俺とかはでもそうっすよね。でもあれじゃない、ディズニーシーメンバーと行きたいとかじゃないの。あーランド行ったから。あ、いいね、いいね。まあそうっすね、うん、言ってたじゃん。もうディズニーランドもやっぱフミヤ発信で俺は、まあ、確かに行けたからさ。そうなんすよ。そう、まあ、フミヤ配信で行ったんですよ。そのランドはね、うん、先ほども言ったように、うん、いろいろアトラクションが休業してしまうみたいな。あ、そうです、ね、そうそうそう、シー、まあ、シーだったりユニバーサルなんかは、はい、いろいろ。あ、ユニバーサルいいっすね。いいね、やられているみたいな、はい。あ、中川さんは関西出身だった。あ、僕関西でユニバーサルは大人も、うん、よく行ってたんですか。かあ、制服を着て一人の負担が大変だ。制服デートですか。制服、まあデートと言っちゃあれなんですけどね、うん、まあその時の経験がね、あんな恋愛バラエティに生きてる。あれ、 そこまでチェック。セイノさんちゃんと見てるんだ。ちょっと愛感じたな。そろそろお別れのお時間です。、はい、ここで改めてお知らせです。オーブの皆さん、はい、何かお知らせの方ございましたらよろしくお願いします、はい、あ、じゃあ私本田からいいですか。はい、僕たちオーブが2月の7日に8枚目のシングルブレーメンをリリースしました。はい、こちらたくさんとにかく乗れる楽曲になってますので、ぜひたくさん皆さん聴いてください。ありがとうございます。はい、そしてオーブさんの詳しい情報については、オーブさんの公式サイトや SNS 等を、皆さんチェックしてください、はい、そしてアンコールのウェブサイトには僕たちのインタビュー記事も公開されていますので、僕たちではないですね。そうですよね。そして間違えましたね、今ね。僕たち、すいません、性能だから早く娘に会いたい。癒されようとすんなよ。アンコールのウェブサイトには、オーブさんのインタビュー記事も公開されていますので、皆さんぜひご覧ください。はい、それでは皆さん、元気に。ありがとうございます。ありがとうございます。今年1年、はい、2024年も、はい、一緒に頑張っていきましょう、はい、ありがとうございます。せいのさん、本日のお相手はオーブの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。